東野幸治は、なぜ人は人を殺してはいけないのか、という問いに対し、そら、人間が滅びるからやろ、と真顔で答えた。東野幸治は千原ジュニアがバイク事故で意識を回復した際に、漫画の美味しん坊を差し入れたが、抜けている缶や同じ缶が複数ある状態だった。井上公造によると、東野幸治の仕事の量と日本の景気は連動しており、2001年の不況期にはレギュラーが8本なくなったという。アンガールズの山根と田中は東野幸治の大ファンであり、それがきっかけでコンビを結成した。萩本欽一に、当の灰、と言われていたが、実際に東野幸治のことだった。東野幸治がサバを食べている姿を見て、奥様は気持ちが悪くなって吐いた。離婚が決まった際、東野幸治は家族で使っていた炭素を何のためらいもなく捨ててしまい、娘が号泣した。娘が飼っていた亀が死んだ際、東野幸治はゴミ箱に捨てようとして娘が号泣した。